ハヤトの野望チャンネルへようこそ。今回は一方通行の道だけでできた街を作っていきます。はい、というわけで今回何をするかなんですが、以前絶対渋滞しない街を作るために限界まで交差点が多いという街を作ったんですが、結局住宅地にできるスペースがほとんどなくて失敗に終わってしまったんですよね。そこで今回は新たに絶対に渋滞しない街を作っていこうと思います。で、じゃあどうすればいいか考えてみたんですが、結局渋滞がなんで起きるかっていうと、市民たちが自由に道を選んでしまうせいで車が密集してしまった部分が渋滞になるんですよ。じゃあ逆にですね、市民たちが行き先を選べない一方通行の道路だけで街を作れば、もう絶対に渋滞しない街になると思うんですよね。なので早速一方通行の街作っていこうと思います。一方通行の道路、このように伸ばしてですね、一方通行の道路の先にも一方通行の道路を伸ばしていく。これだけでですね、街を作っていきます。こんな感じだね。いや、結局一般市民なんてのはね、自分だけが得できればいいって思ってるから、我先にと目的地を目指すんですよ。だから渋滞が発生するんだよね。僕みたいな賢い為政者がね、市民たちの動きをこのように一方通行の道路で統制してやれば、今度こそ完全に渋滞しない街が作れるんじゃないかと思います。はい、というわけで区画が完成しました。このようになっております。じゃんこうすれば分かりやすいんだけど、町の入り口から入ってですね、奥に行って2つに分岐してさらに奥に行くという形でですね、手前から奥には行けるけど奥から手前には戻れない形で一方通行の道路を敷き詰めてみました。そしてですね、町の奥にこうやって進んでいくと、どん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 分岐して、広がっていってですね、一番奥の部分で町の出口に着いたらですね、また一つの道路に、全部の道路からですね車が集まってきて、ぐるっとまた町を迂回してですね、入り口に、戻ってくるという形にしてあります。これでですね、市民たちは、一切迷子になることなくですね、自分の意思もなく完全にですね、道路標識に従って一方通行の町で生活していくことになります。これだったら完全に交通量がきれいに分散されるはずなんで、絶対に渋滞発生しないはずなんですよ。早速ね、時間を経過させて様子を見ていってみましょう。さあ、果たして建物を建ってくれるんでしょうか。かなりふざけた街であるのは間違いないですからねもし一回道を間違えたら絶対に戻ることはできないからね。あ、いい感じに建物建ち始めました。いいぞ。奥の方の、商店街に近いところだね。建物が建ち始めました。結構いい感じに建物建ってますね。多分首都高の渋滞とかに疲れた都民たちが引っ越してきてるんですね絶対に渋滞しない街があるらしいぞ。しかも迷子になることも絶対にないらしい。一体どんな街なんだ入り口に着いたら、ああそういうことなのねちょっと思ってたのと違う感じでしょうね、きっとねはい、街に車が入ってきました入ってきた車はですね、ここで一方通行の道に入って目的地に向けて、このように左右に分かれて、またその先で左右に分かれて一方通行をぐにゃ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 進んでいくことになります。結構思ったより綺麗に流れてるような気がするこんなふざけた街機能しねえだろうって思ったけど、意外といいんじゃないかはい、で街の奥の方に入って、で引っ越し先の家に着いたら車から降りる感じだね。はい、奥の方に、オフィスエリアがあって、その奥が商店街なんだけど、オフィスエリアと商店街もかなり建物が建ってます。いや、一方通行の道路思った以上にスムーズですね。市民たちはちょっと不安かもしれないけどね、あれこっちの道でいいんだよねでももう引き返せないしね行くとこまで行くしかない。あの、一つ区画を間違ったらおしまいですよ。こっちの区画に行くんだったのに、こっちの区画に間違ってきちゃったらもう無理ですからね、行けないから車を捨てて徒歩で歩くか、もう街の奥までずっと進んで、このね集合する地点を通ってぐるっと一周、まあ、数十キロあると思うんだけど、ぐるっと回ってまた入り口ですからね迷子にならないって言ったけど、もし目的地を間違えてたらおしまいですこの街は。はい、町の方かなりいい感じに発展して、商店街の方もねだいぶ栄えてます。ただね、一つだけ想定外の問題が発生してしまいました。概ねうまくいっているんですが、この町の入り口の方を見ますとね、ここですね、町の入り口の部分がボトルネックになって渋滞を起こしてしまっています。
絶対に渋滞発生しない街なんだけど、街の入り口、街の外がですね、超絶渋滞です。で、どれぐらい渋滞しているかと言いますと、まあ、ここ高速道路の入り口なんだけど、無限にですね、渋滞続いてます。なんとですね、全長100キロを超える渋滞が発生してしまっています。街に入るのにですね、数週間かかるほどの渋滞です。これどうしようもないですね。絶対に渋滞しない街があるらしいぞって聞いてきたのに街入る前にもう渋滞してんのしかも U ターンはできないからもうおしまいですね。ちなみにゲーム的にはですね、どこまで渋滞してるかというと、もう、限界ギリギリのマップの端まで超絶渋滞になってしまっております。これじゃあちょっとね、絶対に渋滞しない街とは言えないと思うので、さらにちょっと改良を加えていこうと思います。はい、できました。街の入り口、そしてですね、街の中の道路が2車線だったところを、すべて3倍の6車線の道路で作り変えてみました。これでですね、ボトルネックになっていた部分含めて、さらに渋滞が発生しにくい仕組みになっております。さらにね、区画の数も増やしました。奥の方はね、また先ほどと同じように1つの道路に集約されて、街の入り口につながる仕組みになっております。まあ、こんだけ道路太ければ今度こそね、街の入り口も今度は渋滞しないはずなんで期待できると思います。それじゃあ早速動かしてみましょう。3、2、1、さあ行け。さあ早速建物が建ち始めました。今度は全部の道路が大通り、まあ、全部が一等地みたいなことだからね、我先にと市民たちが駆けつけております。まあ、一等地って言っても多分この入り口の部分は24時間365日ものすごい交通量の車のうるささで耳が死ぬと思うんだけど鼓膜破れちゃうと思うけどまあまだこの段では気づいてないんだろうなきっとな新しい住宅街オープンぐらいしか多分知らないだろうからね。さあ早速町の入り口から市民たちが引っ越してき始めました。大丈夫かな。めちゃくちゃ道路が広いおかげですっごいスムーズに道路流れてるね。いいぞ。こことか普通だったら絶対信号必要だけどねシティーズの市民運転うまいから事故らないんだろうね。時々車がぶつかってるようにしか見えない時あるけど。さあ、高速道路の入り口から入ってきた市民たちはですね、街の入り口ですっと一方通行の道路に分岐していきます。真上から見るとこうなっております。あー、めちゃくちゃ綺麗に流れてる。いや、すごいぞなんか気持ちいいですね。かなり血管を血液が流れているかのように車が循環しております。はい、街の入り口さらに少し改良してみたんですが、めちゃくちゃ綺麗にですね、車が流れ込んでおります。さっきはここがねボトルネックになってて渋滞してたんですが、今回は渋滞の樹の字もありません。すっと高速から街の中に入ってきております。いいね。ただですね、街的には少し問題が発生してしまっておりまして、このような感じになってしまっております。じゃん巨大な三角形のですね、なぜか、3辺のみが発展する事態になっております。中央がですね、完全な空白地になっております。これなんでなんだろうね。手前の住宅地と、ま、奥の商店街と、ま、サイドのこのオフィスと、あと商店街だよねだけが発展することになってるんだよね。なんでだろうね。ちなみにですね、この辺りに住んでる人たちはこの辺りに商店街がないせいでですね、商店街に行くことができませんこう言ってもね。ちなみにですね、街の奥の部分どうなってるかと言いますと、このようにね、しっかり、全ての道路から車が集約されて、最後の一本道にね、しっかり車流れ込んでおります。まあね、ただこれだとまだ都市として未完成なので、真ん中の土地にもね、建物が建つまでしばらく様子を見守ろうと思います。この辺り走ってる車虚無だからねなんでこんなグネグネ行かせられてんだよって絶対渋滞しない街ではあるけどよみたいなU ターンさせてくれよって思ってるよなきっと。はい、あれからかなりの時間が経過して、一本道シティかなりの大都市になりました。見てください。ほぼですね、全ての区画がしっかり埋まりました。奥のオフィス街もね、最初は廃墟まみれになってしまっていたんだけど、すべてのスペースにね、オフィスが立っております。で、ボトルネックになっていた街の入り口なんですが、このようにしてみました。じゃじゃん。一方通行のですね、6車線の高速道路を5本並列で並べることで、
街の入り口が狭い問題は解決しました。ものすごい交通量になっています、まあ、無駄に遠回りさせられてる車なんだけど、これで今度こそね、ほぼ渋滞しない街が完成したんじゃないかと思います。上から見るとこんな感じになってます。街の入り口から入ってきた車がぐにゃぐにゃぐにゃっとね、うにょ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 しながら、街の奥にね入っていって、オフィス街そして商店街の方に流れていっております。まあ、正直奥の方は大通りにする意味ないんじゃないかっていうぐらいスカスカなんだけど、で、街から出た車はですねこのように、また一つの道路に、集結して、で先ほどと同じようにね、街の出口は一つの道路に集結するように作っております。入り口はめちゃくちゃ混雑するんだけどね、出口の方はなぜかそんなに混雑しません。多分理由っていうのがちょいちょいですね、建物の上にドクロマーク散見されるのがお分かりでしょうか。おそらく入ってくる人数と出る人数違うんですよね、この街。街中で結構死んじゃってるんで、出る方は渋滞しないんじゃないのかなというふうに思います。まあしょうがないですね。人間いつかは死ぬんで。まあ渋滞対策と考えればなかなかいいかもしれないです。はい、というわけでついに5万人規模の渋滞しない街が完成しました。と言いたいところなんですが、まだこれだけだと絶対に渋滞しない街とは言い切れないと思うんですよね。せっかく引っ越してきてくれた市民たちのためにも絶対に渋滞しない街だということを証明したいと思うんですよ。なので市民たちのためにこれからこの街の市民全員に病気になってもらって大量の救急車を流し込んでですね、絶対に渋滞しない街であることを証明しようと思います、まあ、これでね看板に偽りなしっていうことが証明できれば市民たちも安心だと思うんですよね。ちなみに今回この街ですね、山を削って作った汚水溜まりがあるので、この汚水をですね、市民たちにはまず飲んでもらおうと思います、カルデラ湖のような汚染水の湖がここに、作られております。かなり立派だよね色がちょっとおかしいんだけど、もし綺麗だったら観光名所になるだろうにね、それでは市民たちにね、街を見下ろせる山頂にあるカルデラ湖の汚水飲んでもらいましょう。さあ飲め飲めさあ街の方どうなったかな。今のところなんか街のど真ん中で火事起こってるけど、まあ、なかなか消防車たどり着けないですからね。そろそろお腹を壊す頃合いなんですが、はい、市民たちが病気になりました火災した建物も崩れ落ちましたさあいいぞ。いや本当はこんなことしたくないんだけどな。煮え湯ならぬお水を飲んでもらいましょう。それじゃあね、町の準備できたので、ここにある、大量の病院、現在ですね町の人口4万3000人なんですが、3万人まで収容できるようになっております。この道路をつないで、さあ果たして一切渋滞せずに救急車稼働させることができるんでしょうか。再現、はい、一斉に病院から救急車が出発し始めました。いいぞ、さあ町を救え来た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 、いいぞはい、流れ始めた救急車は一気に街中に入り込んでいっております。この5つある路線のですね真ん中がほぼ救急車限定の道路になっております。なんかここであれ俺どっちだったっけみたいな、絶対迷子にならないはずの街なのにちょっと救急車が迷子になってますねあれこっちかこっちかみたいななんだこいつさあ救急車しっかり街中に入っていけているんでしょうか。なかなかいいですよ、なかなかいいですよ、全然悪くないです。若干入り口でもたついてはいるもののしっかり街中に入り込んでるね。はい、救急車がしっかりですね道路を通って渋滞することなく街中に入っているのがわかると思います。さあこのまましっかり稼働してくれるのかいいね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 手前の方が手前の方が若干詰まってますけどやばいこんな大量の救急車見たことない急げ市民を救え、絶対に渋滞ならないですからね。あとこっちの方はかなり一回流れれば、一回流れればうまくいくはずなんでね、最初はしょうがないです。最初は一回街中に入ってしまいさえすればなんとかなるはずだ。はい、街中に入った救急車はですね市民を連れて街の奥の方のまた一つの道路に集結するところにそろそろ来てるはずなんですが、来ていますでしょうか。どうかな。あ、いるねいるね、救急車ちょっといるね。どうかな。全然街の外までたどり着けてないですねたまにちょろちょろいるくらいで
かなりこの阿弥陀仁上の街に苦戦しているようです。ちなみにですね、今回専用線を用意しておりまして、ぐるっと一周しなくてもですね、ここから病院に帰れる仕組みになっています。さあ果たして使ってくれるかな。救急車が帰り用の道路スルーしてるようにしか見えないんですけど大丈夫ですかねこっちだぞ帰り道は。あれ、そっち行ったら帰りつかないはずなんですけどね。はい、あれからさらに時間が経過しました。町の方はですね、なんとこのように、廃墟と病人まみれになってしまいました渋滞は起こってないんだけど、おかしいじゃないですか。町の入り口もですね、このように綺麗に救急車流れてるんですよ。にもかかわらずですね、このように、人口は激減、5万人近くいた人口はなんと1万人まで減ってしまっています。出口の方もね、綺麗に流れているんですが、なんでこんなことになってしまっているのか。やはりですね、あまりにも病院から患者さんのところに到着するまでの時間、そして、町からですね病院に着くまでぐるっとね数十キロ走らないといけないんで、あまりにもそこで時間がかかりすぎてるからなのかなと思います。一方通行だからしょうがないんですけどね。だって引き返せないんだもん行ったきりなんだもん。そりゃそうですよね商店街、オフィス街もですねゴーストタウンになってしまっております。いやー、まあ、薄々分かってはいたけど、やっぱりこんな街無理があるようですねまあこれもね、より良い街を作るために、市民のためなんでね、仕方ないと思います。市民たちにはね、このことはまあ水に流してもらおうと思います。はい、というわけで今回のこと、市民たちに水に流してもらうためにこんなものを用意してみました。じゃん山頂にあった汚水溜まりを直接物理的に町に流す仕組みを作ってみました。これでですね、本当の意味で市民たちに今回のことを水に流してもらおうと思いますちなみにね、救急車の方どうなってるかっていうと、こんな地獄のようなことになってます。これ全部救急車ですねというわけで町に水の方流していこうと思います。 3,2,1 再現さあすまない市民たち、これで今回のこと水に流してくれ。本当にすまなかったと思っているんだはい、町へ出た工業排水やね、おしっこが町に向けて流れ始めておりますいや、これで水に流してくれるかな、市民たちどうかなこれもな、市民思いの市長がやむにやまれずやったことだから、多分許してくれると思うんですよ、きっと。綺麗さっぱりね綺麗さっぱり許してくれるかな。はい、完全にですね、汚水が溢れ出しているんですがそろそろね、メインのルートからの汚水が街に流れ着こうとしています。さあ、こんなクソみたいな街流してしまえ全てをなかったことにするんださあ、来るぞ来るぞ来るぞぐしゃっおい、ふざけんなよって思ってるでしょうね絶対渋滞しない街とか言ってたのに水に流してくれって言って汚水流されてんだからなもうほとんど口封じですよね許してくれっていうか今回のことが街の外部に漏れたらまずいからなはい、というわけで、見事にね、街に汚水を流すことで市民たちに水に流してもらうことに成功しました。いいね。はい、というわけで今回は、街の全ての道路が一方通行でできていたら絶対に渋滞しない街になるんじゃないかという実験でした。いかがでしょうか。まあ、若干やる前から分かってはいたんですが、めちゃくちゃ不便な街になるだけでした。まあ、しっかりね、口封じもできたので、今回のことはいい経験ということで忘れようと思います。また次回ね、絶対に渋滞しない街作っていこうと思います。というわけで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。